個人事業主の方には30万そして中小企業法人を経営の方には60万の補助金っていうんですかね支援金が出ることになります何という呼び方かちょっと私もわからないんですけどもしかし今回のはね去年の持続化給付金のちょっとちっちゃい版なのかなっていうところですよね提出する書類も段取りもほとんど一緒ですんで 昨年持続化給付金100万円とか200万円ね、あれを受け取れた方はスムーズに手続きができるんではないかなと思います。えー、それではね、ちょっとこう、ホームページの方から見てみましょう。まずはね、私のところに届いた中小企業庁からのメールマガジンからタグっていってます。えー、じっくりとご覧ください。それでは失礼します。はい、えー、速塾の久保です。やっぱ探せばね、えー、稼げるネタっていうのはいくらでもあるもので、今回は中小企業庁ですね。 えー、Jnet21 っていうね、いつも皆さんに、えー、こうやってお知らせしているんですけども、えー、今まではですね、緊急事態宣言が出されている、その地区の飲食店に限っての営業保障、休業保障、協力金だったですね、1日6万円を上限として、1ヶ月で180万というね、そして雇用調整助成金が1日1万5000円みたいな大きな制度がありました。 こちらの方はですね、まあ東京首都圏とか緊急事態宣言に該当している土地で飲食店をされている方、そして飲食店に関わりのある方、直接間接に関わりのある方に対して、えー、40万円でしたっけの、まあなんか保証金がね、あるということだったんですけども、まあ私広島なんで関係ないかなと思ってたんですが、今回の情報はですね、もうね、全業種、全地区、無制限にということで触れ込まれております。 えー、最大60万円の一時金。これから法人です。そして個人事業主の方でも、えー、30万円が上限で出ますので、こちらの方ね、もうピックアップせずにはいられないなってことです、えー。中小企業庁のニュースピックアップは今回は2つです。今お話した飲食店以外の中小企業者へも60万円の一時金が出るよということ。今日はこれをお話し,しますね。そしてもう1つは最大200万円が無利子で借り入れ可能な 総合支援資金ですねこれ私昨日検索して調べたんですけども生活保護の方はこの借り入れが受けられないっていう風になってましたねうんどちらにしても生活に困窮してる方にお金を貸すってのはどういうことなのかなと思っちゃうわけなんですよすでにね年収が200万ぐらいだと無利子とは言っても200万円の借金は返済かなり難しいと思うんですよね、まあ、だからそのまんま給付でいいんじゃないかなと思うんですけども こんなのを貸して返してもらうことになんか厚労省をはじめ何か意味があるのかなと思っちゃいますよねどんどん支給してほしいなと思いますそして、えー、事業されてる方には、まあ、事業の経費っていうのはね何もしなくてもかかりますからそれこそ事業者の 生活費以外にこの事業の継続費ってのがかかりますんでね。だから30万60万もらっても全然ウハウハではなくてですね。まあ赤字のいくつかが埋めれるっていうだけの話なんで、そんなに美味しい話ではありません。まあなんせ法人なんてのはね、あるっていうだけで年間30万とか、えー、問をつけたらね、やっぱり7、80万とか,かかかってますんで、えー、ちょっとね、これ60万もらったところで何かで儲かるって話じゃないんですよね。 赤字がちょっと和らぐってところなんですよね。じゃあちょっとクリックしてみま,し,めし,めみましょうか。はい、えー。じゃあちょっと読ませてあげますね。飲食店以外の中小企業者へ最大60万円の一時金、緊急事態宣言延長で政府方針ということでございます。1月2月の売上が前年比50%以上減少した事業者に限るということでございますけども、これがね、ちょっと更新されてるんですよ。えー、っとね、どこだったかなあ、これが、 えー、その全体像ですねうん、えー、いろいろと延長されてますねえー、企業の資金繰りに対して国民事業が4,000万から6,000万の融資それから2億円から3億円の融資っていうふうになってきてます、うん、で雇用の維持ってことで、うん、これもこの前ありましたよね非正規のの方方ででももアルバイトの方でも 通用しますよってことですそして生活困窮者ののの方への支援ってててももありまますす、うん、第3次補正予算についても書い書ね、うん、こういうのをねやっぱりね一つ一つ読んでいかないと自分に該当するものをね読み落とすことになりますからねだから本当皆さん読んでいきましょうねこういうので今回お話しするのがこれですえー、と延長された地方工業団体による時短 要請等に応じた飲食店に対する協力金っていうのがこれはもう皆さんご存知のように1日6万円、えー、それ以外の区域では最大4万円って出てますよねそして延長されたこれ飲食店の時短営業の影響による売上げの減少した中小企業への一時金上限個人20万法人40万が個人30万から60万になったよってことでございます えー、そしてですね該当する業種は何なのかなってことを見なくてはいけないんですけどもどこだったかなえー、っと最大40万こういうね一個ずつの本当に毎日のように読むわけですよお金にかかることなんでねで第一情報ですからこちらですかね2月4日ああなるほどね ただね、私が見たのね、これだけではなかったんですよ。直接、中小企業庁のホームページに行ってみましょうか。中小企業庁に行ってみますと、えー、支援措置、事業再構築補助金、家賃支援、持続化給付金、どれだろう。えっ、ー、とね、こういう GoTo なんとかってありますね。 ちょっとねこう項目が多すぎてね探すのも大変なんですけども実質無利子って書いてますねえっ、ー、と資金繰り支援のご案内か資金繰り支援ではないんですよねもうねいっぱいありすぎてね分かんないですね皆さんちょっとすいませんだらだらとしちゃってどこだどこだ中小企業ほんとにねあの 確定しててから見ろって話ですよねでもね私もこうやってね夜中に見てると「どう?」「補助金支援債資金繰り」とりあえずどれか押してみましょうかおーこれは融資ですもんね「資金繰り支援」一覧、うん、これはさっきのか「小規模事業中小企業者の方」をクリックするとどうだミラサポー。 これじゃないなぁ。すみません。どこかわかんなくなりました。これか。はい、これですね。すみません。えっ、ー、と、経済産業省。中小事業者に対する支援ってことであります。売上げの減少した中小企業者に対する一時支援金の支給です。まず一つ目なんですけども、こちら。一番ですね。緊急事態宣言発令地の 飲食店と直接関節の取引があること。これは私該当しないんですよ。だから2番を見ることにします。丸に。緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1月から3月のいずれかの月の売上高が対前年比、もしくは前々年比で50%以上減少していることなんですよね。例えば、ネットワークビジネスをやってる方がね、今年は あのプレゼンとかセールスができなかったよってことでしたらじゃあネットワークビジネス十分やっていた売り上げの立っていた去年とか一昨年と比べることができるってことなんですよねで、えー、売り上げが50%以上減少していればこれは簡単に分かりますからね証明もできますからそういう方はこの支給額30万60万が受け取れるよってことですよね申請方法は調整中とということなんでまだ 続きがありそうです。正式な申し込みはまだなんですけども、とりあえず一方として、こういうふうに私たちはね、準備しておくことができます。ですから、個人事業主の方は、確定申告を早めに済ましておいて、えー、まあね、提出できるような準備をしておいた方がいいと思いますよ。じゃあ、今回は以上ですかね。はい。えー、では、ありがとうございました。